伊達品牧場の信号機を右折して、いつもの帰り道の県道40号に入りました。ここら辺は今まで通ってきたところとそんなに変わりはないですね。減速早めに。ABS は作動しない程度に早めにかけました。うわー、夕日がすごいっすね。赤く燃えてます。今日2回目の日没というか夕日というか、柵のすぐ隣の小諸市から今日帰ってますが、出発した地点ではまだ太陽出てましたが、一回、この分水嶺太陽が沈ん で分水嶺を越してまた夕日を見てます。これはちょっと雪深いですね。これ私がスキー場出た後結構降ったのかな。今朝こんなになかったような気がするんですが、日中降ったのが圧雪された感じに見えますね。で、除雪車入ってないから、慎重に行かないとつるっと行きそうな、そんな感じです。はい、林の区間の最終まで来ました。ここで白樺湖の信号機と、それから池の平ホテルの下り、赤ですね。白樺湖は真っ白、一部空いてたとこも塞がってまた凍っちゃいましたね。はい、池の平ホテルの下りです。今朝は路面綺麗に見えたから、やっぱり降ったんですね、日中にね。シャーベットが一番怖いので、今2速のエンジンブレーキですね。これ車が考えたギア選択です。滑る感じはないですね。はい、この後いつもはここで曲がってき、左へ曲がってきますが、いい感じに立品山が焼けてるので、ちょっと立品山の焼けた写真を撮っていこうかなと思ってます。思いましたが、ちょっとタイミングを逸したようで、立品山焼けてませんので、しょうがないですね。このまま行きます。